か。そうだ、駅前のファーストフードはどう？落ち着かないけど、食べながらでも勉強はできるよ。じゃあそういうことで、早速行ってみよう。三上くん、三上くんってこういう場所によく立ち寄ったりする？私のいたところじゃこういうお店ってあんまりなかったから。なんかとはよく来てるよって、そんな人はいないの？他には？ゆえって今坂さん？それに、まだ誰かいるの？そっか、三上くんって結構人付き合いがいいんだね。じゃあこうして来てるのは？それはそうなんだけど。もう一踏ん張りしとかないと明日のテストで困っちゃうしね。あれ？三上くんって同じ電車だったんだ。じゃあ朝も時間が合えば同じ電車に乗ってるかもしれないね。なんで？
それじゃ仕方ないか。そうだね。心配があるじゃない？なんだ二人とも、俺に隠れてこそこそ話したりして。誰がだよ。まったく、せっかくこれからテストの打ち上げで遊びに行くから誘ってやろうとしたのに、音羽さんもひどいと思わない？そうだね。三上くんと稲穂くんっていつもこんな感じでしょ？だから間近で見てるとつい面白くなって。じゃあそんな音羽さんも一緒に行かない？行くって遊びに？そう、実は音羽さんを誘う口実がなかなか浮かばなかったからこの際にと思ってね。だろ、口実だって。俺は音羽さんを誘えればそれでいいんだよ。どうしようかな。今ならおまけでトモヤもつけますよ、お嬢さん。間違いなく行くよ。むしろ引きずってでも連れて行くつもりだから。だったら別にいいよ。私一人っていうのもちょっと寂しいよね。確かにその問題は考えるべきことだな。それじゃあ、おい、トモヤ。ゆえちゃん誘ってこい。ゆえちゃんと幼馴染の間柄であるお前ならそう問題もなく誘えるだろ。
どういうことだよ。なんだ、嫌に否定的な言い方じゃないか。どうだか。三上くんがそう言うなら、別に今坂さんじゃなくても私は構わないよ。来なくっちゃな。彼女まだ残ってるからすぐ行ってこいよ。怪しいんだよね。あ、今こんな時間。それじゃともちゃん、またね。おいおい、ゆえちゃん帰っちゃったぞ。どうしたって言うんだ。なんだそりゃ。じゃあどうしようか。残念だけど、これは中止ってことになるのかな。そんなことが許されて。いいわけない。誰かいないのかよ。女の子探してくる。二人とも先に行っててくれ。
三上くん、これこれ、なんか生物の先生に似てると思わない？アザラシみたいだね。何か私の顔についてる？そう？そうだね。ちょうどお昼時だし。待ってるしかないんじゃない？それでね、優香ったらそこで滑っちゃって。
そう悩んでないで帰ろうよ。まだ諦めるのは早いよ。三上くんには教科書とか借りていろいろお世話になってることだし、ここは私が手伝ってあげる。ん？私じゃ何か不満？数学クリアできたわけだし、三上くんもまた頑張ればきっと大丈夫だよ。そんな言い方しなくていいって、こっちが恥ずかしいよ。この前みたいに商店街に出てお昼食べながら勉強やろうかって思ってるんだけど、それでもいい？そう、それじゃあ今日もあのお店にしようか。そう思ってもらえるとなんだか嬉しいな。さて、それじゃあ三上くんのために手伝うとするかな。うん、いい返事だね。それじゃあ早速行ってみようか。くん、そこ違うよ。うん、そうそう。お隣さんが困ってるんだもん。ちょっとは助けてあげなきゃね。楽だよね。そう言ってくれると嬉しいけど、まだ油断は禁物だよ。そうだよ、明日もちゃんと勉強しないと。もう時間だってないんだから。
たないな。こうなったら最後まで面倒見てあげるよ。だってそうしないと明日勉強しないでしょう。だったら明日も勉強手伝ってあげるからね。三上くんの家は？ダメなら他を考えるけど。